ヒロシです。僕も素敵に変身するためそろそろエステに通おうかと思ってます。勝手にどこでも磨いてろ。そう簡単に変身できれば苦労はないよね。てか綺麗になってどうする気なんだ。今年のミス人体模型は僕がいただきです。裏イベントねえしミスでもねえし。この番組はポニーキャニオン別冊フレンドとご覧のスポンサーの提供でお送りします。時は2月14日、野郎も腐女子も色めき立つというその日は朝から不穏な空気に満ち溢れていた。さあ、おう、今日は長い一日になるぞ。分かってる。この恐ろしくも甘美なる一日の名はそう。おめえ何をこそこそとナレーション入れてんだよ。今日はセントバレンタインデーです。改めて憂鬱になること大声で言うんじゃねえよ。憂鬱？坂原さん、お荷物ですよ。こんな朝早くから。お、俺出るよ。いや、みんな出た。いいな。よし、よし。中原さん。はい、今開けます。ハンコお願いします。ご苦労様でした。早くもこれか。チョコレートの匂い。勇気を出すのよ、スナコ。ありったけの勇気を出してちょびっとだけ食べさせてくださいとお願いしなさい。大丈夫か、ユキ。なんとか。あの。よし、それじゃあ行くぞ、学校へ。なぜにここから出ないので。バカ！表門から出んなって。いいか、音を立てるな、声も出すな。そんな忍者みたいな。何を。なんと。来た。危なかった。一体誰を。チョコレートが。今日は何があっても団体行動だからな。行くぞ。なんとか屋敷からは出られた。あとは無事に学校へたどり着けるかな。
出てこい。わあ、なんだよ。あ、付き合う。やはり蘭丸様には他に異中のご婦人が。違うの、これはいつものこっち。はい、お嬢様。皆様。はい、はい、ごきげんよう。この女ったらしい。やだって。なに、なに、ねえ、やっと学校が見えて。おい、チョコレートは校内に持ち込み禁止だ。チョコレートの一大イベントなのよ。チョコンヌの甘みは私たちならごこらんよ。チョコンヌの苦みは私たちの恋ごころんぬ。チョコンヌの形は私たちの乙女ごころんぬ。チョコンヌのパッケージは私たちの遊びごころんぬ。ゴワスゴワス、ロイロイ、ゴワスゴワス、ロイロイ。やべえ、逃げ。竹永くん、私のチョコ、私のチョコ。ノイチー、ロマルくん、じゃーん。うわー、触んないで、私のチョコよ。ち、でも、あの中に入っていくのが怖い。直接渡すの無理っぽくない？これだけのチョコシューを嗅ぎながら一個も一個も食べられないなんて。鷹野恭平、鷹野恭平、至急生徒指導室まで来なさい。お、呼び出した。先生が俺を呼んでいる。ずるい。やけんか、かなんて。タカ、タカ。の？その格好は。助かった。君が先日商店街で無許可の撮影をしたという情報が。聞いているのかね。聞くよ。今日はどんな説教でも聞くから、ここにいさせて。どいつもこいつも。の？恭平くん。先生。保健室が女生徒に占拠された。しっかり。私のことはいいから、蘭丸くんを。
け。まんまる。そして彼にこれ。先生、なんちゃって、あんやろ、行為にまで手出してたのか。こういうプレイはちょっと子猫ちゃんたちには早すぎないか。どうするチョコ乗りたく、チョコどこに、キャー、レディへの道。正しい殿方の襲い方。バンツ、レディは殿方を襲わねえよ。ブラモル、無事か。共栄、よー、性的にかなりヤバいな。鼻血でなかったらちょっとした殺人現場っぽいしな。とにかく大丈夫か。とにかく怖かった。あっ、耐えて見つけた。早く発見。いけるぞ。どこかに。俺たちの安住の地。高級チョコディバゴ、貴族の味のオムルチョコ、庶民の味方大正チョコレートに美しくて強くなるクリポー。わあ、食べたい。ノリでもいいから食べたい。あれ、なんで暗い。食べたい。あ、よかった、誰もいない。コン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 、チョコシュー。ユキ、ここにいたんだ。無事でよか。コンコン、コンコン。何してるの、スナコちゃん。あの。え？チョコレートは？え？チョコレートは？一個ももらってないの。先生が空き教室で管理してくれてるみたいだけど。俺たちあんなに食べられないし、悪いけど。空き教室、チョコが空き教室に。ダメだよ、スナコちゃん。今出て行ったら危ない。ランマル、狂言、無事だったんだね。もう言う、何か当たってる。当たり物が当たってる。それはポケットに。どさくさに紛れて誰か入れたな。食べる。チョコ好きなの。ゴク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 。いいよ、食べて。いただ。びっくりした。何が起こったの？恭平君、大丈夫？怪我した。いいから、もう出てけよ。中原さんに預けて帰る？やっぱりそうする？あれ、スナコちゃんは？すくすく、いた。預かってもよろしくてよ。その代わり、私がすべて平らげて差し上げますわ。チョコレート！私の！
っちの世界に行っちゃうほどチョコレート好きだったんだね。なんだか意外な一面を見たな。チョコレート。その格好で歩くな、怖いから。世界の自由強兵ダメだ、もう誰にも止められない。逃げるぞ。ダメ、もう走れない。俺を置いてってくれよ。ユキ、バカ野郎、お前を置いていけるかよ。ランマル、ユキ。余裕あるな。もうどうしよう、もう殴っちゃおっかな。お前のプライドが許すならやれ。誰からも受け取らないって言ってるのに、どうして分かってくれないんだろう。いい考えが浮かんだ。目薬。やめて。君たちの気持ちは嬉しいけど、僕にはもう心に決めた人がいるんだ。何だ。その人以外考えられないから、ごめんね。ませんでした。そこまで大切な方がいらっしゃるなんて。違う。これはその。G。はい、お嬢様。どうか。お幸せに。すげえ。人にバチが当たるとこ初めて見た。誤解だ。やるぞ。みんな、ごめんね。俺には心に決めた人がいるんだ。効果ありあり。強兵もやってみなよ。だから我々には心に決めた人がいるのだ。棒読みだぞ、強兵。てか何精神だ。うそよ、そんなのいないくせに。本当にいるんなら名前を言ってみてよ。そうよチョコレート、チョコレート、チョコレート大将。そいつの名は。その子の名は。そいつの名前は。名前は。ラーモンドチョコはほろ苦い青春の味。なあ、中原すな子。セコだ。お前ね。スナコちゃんの立場は。チロリンチョコで10円は買えません。あしからず。やっと着いた。腹減った。もう限界だ。とりあえず眠りたい。チョコ！レディへの道。手作りチョコの作り方。手作りって言っても溶かして固めるだけだろ。ワンツ、手作りをなめんなよ。ソフトな舌触りをお求めなら生クリーム、大人の味がお好みならばインスタントコーヒーなど入れてみましょう。大切なのは彼の好みに合わせたオリジナルの味作り。思いを伝えようとして食べ物以外のものを入れちゃダメだぞ。ライター。バチ、食えねえよんなもん。フラッシュアーモンドやココアパウダーで飾ってみるのも楽しいですよ。
腹に入ったら同じだろ。何このチョコレート酒、誰か入り込んでるんじゃないだろうな。そんな、まさか。ああ一緒に食べようね。なあ、時は甘いものがいいね。うめえけど早く飯にして。私のためのバレンタインは何？まあ何はともあれ全員無事に帰ってこれたってことで乾杯。いや、一時はどうなることかと思ったよ。そうだよね、あの時ノイちゃんが来てくれなかったら。忘れてた、ムッチのチョコレート。電話電話。バカだね、人のこと言えんのかよ。そうそう、お嬢様泣いてたよ。よくあることじゃないか。関係ない、関係ないけど、ちょっとトイレ。はあ、なんだかんだ言って俺たち今年はスナコちゃんのチョコしか食べられなかったね。いいんじゃねえの、うまかったんだし。だね。おいしい。ノイチ、俺が悪かった。いやいやいや、忘れてたわけじゃ決してなく、断じてなく。ああ、あの今日のあれはあれじゃなく、 G は呼ばなくていいから、 G と話しよう。じゃなくて G はいいから。ノーバレンタインデーカンバーク。フレンドとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。